こんにちは、ルナです。今日は私が気になっていたミシャマジカルティントのスカイブルーとカメレオングリーンとミステリアスブラック、こちらの3色を付け比べしてみたいと思います。唇の水分の量で自分のお色ができるというやつなんですけど、まずはこちらのスカイブルーを塗っていきたいと思うんですけど、こちらはブルーラメが入っています。 SPF15 でクリアのツヤ感と色持ちがとてもいいらしいです。こんな感じで夏っぽい感じのパッケージです。見てるだけでもすごく可愛いんですけど、最初塗るのには抵抗あるなというお色なんですけど、塗った感じはちょっと透明っていうかピンクっていうかこんな感じです。これをティントって言うんですけど、私は唇全体につけるのが好きなので唇全体に塗っていきます。こんな感じですごく可愛い色になります。ツヤ感もとてもすごくって、先っちょのブラシが結構細めになっているんで、この唇のラインにとても塗りやすいです。唇の周りの辺がぼくるような感じに仕上がります。こんな感じでブルーはちょっと透明感があるような感じです。そして時間が経つにつれてまた色が濃くなったりするみたいなので、もうちょっと濃い感じが欲しい方は二度塗りしてもらうとより濃くなるので、ぜひやってみてください。次はこちらのグリーンをつけていこうと思うんですけど、グリーンはあまり見たことないオイルだなと思って、どんな感じに仕上がるのかなと期待大なんですけど、可愛らしさのピンクラメが入っているらしいです。立体感をプラスするグリーンのグロスと書いてあるので、このグリーンのグロスは立体感をプラスさせるようにできているみたいです。先ほどのブルーは抜け感が出るピンクになるらしいです。そしてこちらのグリーンは透け感のある唇になるみたいです。はい、そして今度はグリーンを使っていきます。細かいラメがどちらも入っているんですけど、ブルーは少し大きめのラメが所々入っている感じです。こちらのグリーンはすごい細かいラメがたくさん入ってます。はい、こんな感じで、ちょっと私的な感想はあまり変わりがないかなと思うんですけど、こちらのグリーンの方がすごくラメがつくようになってます。こちらの方がちょっと大きめのラメがつくぐらいになってるんで、私的にはこっちのグリーンの方がタイプかもしれないです。どちらかというと結構似てる感じなんですけど、やっぱりこっちの方が透明感がちょっと出るかなって感じです。すごく細かいラメが散ってくれてるので、とても可愛い印象になります。いい感じのテクスチャーの硬さなので、こうやってやってもひっつくことがなくって、なんですけどすごくプルプルに見せてくれるので、とてもこれいい感じです。すごく可愛らしい印象になるので、そういうメイクの時とかもとても使えそうだなと思いました。最後はこちらのミステリアスブラックなんですけど、こちらは大人っぽいピンクになるらしいです。そしてこちらは華やかさのゴールドラメが入っています。こちらはすごくキラキラのゴールドが入ってます。手に取った感じも少し黒みがかった感じになってます。それでは、はい、こんな感じで、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、少し黒みがかったピンクになります。そしてゴールドのラメなんで、なんかちょっとセクシーっぽくなりますね。本当にこの通りな感じになります。しかもティントなので、このグロスっていうか、このテカテカっていうんですかね、これが落ちたとしてもそんなに血色がなくなるっていうことがないので、とてもいいなと思いました。これはこれで、ブラックはブラックでとてもいいなと思いました。そして前に流行ったこちらのキャンメイクの Your Only グロスの04番があるんですけど、こちらをちょっと比べてみたいと思います。今ブラックつけた感じがこんな感じなんですけど、取った感じもじんわり発色してくれる感じです。本当にティントっぽい感じですね。水分量で色が変わるので、あまりファンデーションとかまたつけ直しをすると
変な色になっちゃうんじゃないかなと思うんで、もうこのままちょっとつけさせてもらうんですけど、はい、こんな感じでキャンメイクの方がちょっと黒みが強いかなと思います。ボルドー寄りの紫っぽい感じになります。はい、こんな感じで2社のマジカルティントのカメレオングリーンとスカイブルーとこちらミステリアスブラックを付け比べしたんですけど、こちらは1000円で私はプラザで購入したんですけど、こちらの2つは可愛い印象になって、こちらはちょっとセクシーっぽいっていうか大人っぽい仕上がりになります。なので、まあこちらどっちか持ってて、こちらを持ってて、何か使い分けてっていう感じでもとてもいいんじゃないかなと思いました。塗り心地も全然悪くなく、あまり私ティントが好きじゃないんですけど、これはいい感じだなと思いました。すごく発色も良くって、なおかつこれからすごい夏になって唇も日焼けがしちゃうので、こちらは SPF15になっているので紫外線対策になるかなと思います。なのでまあ一石二鳥だし、潤いが結構続くので、ぜひ皆さんも買ってみてください。今回も動画を見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。そして Twitter と Instagram も更新しているので、よかったら見てみてください。ありがとうございました。バイバーイ。